みんな、もいもい、久しぶりじゃないけど、なんか久しぶりです。久しぶりだよね。そうそうそう、赤木です。アノラです。赤木帰ってきました。帰ってきました。また東京です。おかえり。ただしまだ終わってないですよ。そう、最後の動画に言ったと思うんですけども、1年間フィンランドの大学に、うん、少し行ってくることになりました。それが今半年ちょっと経ったところでもうすぐ終わるんですけどもまだ終わりじゃないです。今は休みで遊びに来ました。そして動画撮りに来ました。いいね。でもなんか嬉しいね。なんか遊びに来てくれるだけでも、しかも私にいつ空いてるとかってね、メッセージ来て、で私はいつ日本に来るのって言ったら、もう日本だよ。What? 2週間いるので。ああ、2週間いるので。そう、そういえばお土産は、お土産があるの。いる。何これ。タバコ。これ知らないのか。え、もしかして。これがフィンランドの名物サルミアッキというんですけども、タバコ。タバコじゃない、まさか。お菓子です。お菓子。お菓子とか最初から言うな。美味しいかもしれない。お菓子。この色お菓子大丈夫かな。真っ暗。こういう感じの。これたまに日本のテレビでもね、話したりしますけど、取り上げたりしますけど、食べてみてください。うん、何これ。超なんか薬の味がするね。これを僕の国では美味しいと言ってを食べてます。嘘でしょ。 100g もあるのでどうぞ。ちょっと2週間いる間に、あの皆さんに面白い動画をまたアップしようと思って、この素敵な公園に来ました。まあまあ、でもいいね、このシーズン。今はフィンランドは暖かいですか。0度です。うっそー。南端っこで0度です。0度寒いよ。いやー、なんでそんな寒いの。雪もたくさんある。たくさんありえない、寒い。そしたら今の東京の天気は、これはもう夏ですよね、フィンランドからしたら。夏だからこの薄着じゃん。薄着かい、これ。今日の、ね、今日のテーマもありますよ、ちゃんと。はい、こちらです。何でしょう。帰国して恋しいもの。こういう話題ちょっとさっきね、はい、あのもう早速こういう話題に2人でもなったんですけども、そう、フィンランド帰って半年。そう、やっぱりね、意外なものが、この日本でよくあるものが恋しくなるんですよね。予想通り、まずラーメンが恋しくなりました。ラーメンか。どういうラーメン。なんか普通、なんでもいい。なんでも美味しいんだけども、まあ、担々麺とかでも。担々麺美味しいよね。美味しいね。ヘルシンキにラーメン屋が3つぐらいあるんですよ。あ、ラーメン屋さんあるんだ。あって、最近すごいじゃん。あるんですけども、ラーメンとか歌ってるものがあるんですけども、うん、味が薄いよね。味が薄い。それやってる人は何、あ、日本人やってるのもある。日本人の人、なんか中国人やってるやつだったかな。うんうん、あの、いや、まあ何年かいればもしかしてね、それで満足できるようになるかもしれないけども、あ、でも今はもうその本場のあの味がね、まだ頭に残っているから、うん、それをフィンランドのやつでちょっとまかないないね。あー、なるほど。その他にも餃子が食べたくなった。餃子、中国の料理じゃないの。餃子、日本の中華でよく出るようなものはフィンランドで出ないし、フィンランド出るようなものは日本でそんな出ないし。なるほど、なるほど。でもそれよくわかりますよ。私もウズベキスタンに帰国するときに、いつも何か日本の食べ物ですごく、うん、あ、今だったらすごい食べたいなと思う時がある。例えば梅干し食べたいとか。すごいな。牛丼とか、それなんか、ここで当たり前すぎて、牛丼なんか好きや行けばいつでも食べれると思い込んでて、で、ね、急にそうね、帰国して向こうで2週間1ヶ月いると、なんかすき家がないじゃんって。 あとは何か、あの、恋しくなったら中華ばっかりじゃなくて寿司とかもね。あ、寿司もね、美味しい寿司が、ね、それ以前にももう米が恋しくなりましたよね。あ、日本の米。うん、うん、ライスは食べるし、多分皆さん思ってるほど以上も食べているんだけども、うん、種類が違くて、ああ、なんか日本の米の方がちょっとスティキーというか、ちょっとスティキーなの。スティキーじゃない、なんかあの、こう、英語の方のスティキーね。スティキー、そう、うん、
あの、ね、素敵じゃなくて、ね、今気づくかい。いや素敵なんですけど、ただ褒めてるなと思って。素敵っていうか、あの、何、ね、ていう、ね、粘りが、ねね、そう、ネバネバがある。ウズベキさんだったらほらくっついたりはしないし、だから箸で食べようと、昔私日本語勉強してる時にウズベキスタンのピラフを箸で食べろとして、で全然捕まえなくて、でお父さんがまだまだダメだねって言われて、今分かったのはその米じゃダメだよ。あとはなんか食べ物じゃなくて、なんか、いやでもまさにその食べ物で、あの、毎日食べるようなやつが一番恋しくなるかもしれない。毎日ね、意識もしない。なんかあの普通になんかおにぎりとか、なんか私はほら、あのファミリーマートにある、あのおにぎりで真ん中にこう梅干しが入ってるやつがすごく好きで。ファミマ以外もあると思うけど。まああるけど、ウズベキスタンにいる時にはもう梅干しは手に入らなくて もう入らない。もう Google 検索で画像だけ出して想像して、それで味がもう想像できちゃうんだよね。いやなんか思い出すだけですごい、なんかその味もなんか酸っぱいものも酸っぱいもの浮かんでくるけど。じゃあ飲み物で言えば、なんか恋しくなるものってありますか？あ、自販機が、自動販売機がないの？点々してるところが恋しくなるし、いやー、わかる。特に、あの、缶コーヒーが意外と恋しくなる。あ、わかる。フィンランドはコーヒーで溢れてる国なんだけども、どこ行ってもコーヒーが出るんだけども、ちょっと移動しながら冷たいコーヒーを取ろうと思ったら、うん、そうそう、それがないんですよね。そもそも冷たいコーヒーを飲まないんですよ。あー、じゃあアイスコーヒーとかは、なんかおしゃれなどっかに行ったらあるかもしれないけど、最近スタバ2号店くらいあるらしいけど、最近やっとやっとウズベキさんにスターバックスないですからね、うん、じゃあ、次まで、またさようなら、もいもい、コルジコンちゃん、飲んだりするから、もうヘリコプター意外と